習近平のバブル潰しが世界経済の足を引っ張る。中国リスクを浮き彫りにした恒大ショック。中国不動産各社負債額の天文学的な数字と闇の銀行。中国経済依然として見通し暗く、輸出微増も根強いデフレ。中国の構造的な経済危機の象徴。中国政府による2020年夏の監視強化以来、中国バブル崩壊の火種と目されてきた不動産デベロッパー大手恒大集団が先週木曜日、米ニューヨーク州の連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を申請し、世界経済が直面する中国リスクの大きさに改めて思いを巡らさざるを得なかった。はっきり言って恒大は中国の構造的な経済危機の象徴だ。だが、中国不動産デベロッパー業界で今問題を抱えているのは恒大にとどまらない。例えば、販売で昨年トップの碧桂園カントリーガーデンホールディングスも8月10日、2023年1から6月期の最終損益が500億元、約1兆円前後の赤字に転落したと発表したばかりだ。その翌日、同社が発行している米ドル建て債の流通利回りは 3000% を突破した。市場は碧桂園の債務危機を痛感し、債務不履行に向けて身構えたのである。そして、不動産デベロッパーの危機は、三つの別の危機を誘引する。第一は、不動産デベロッパーが新たな開発用地を取得できなくなり、地方政府の土地使用権の売却収入が減り、財政難に陥ることだ。公的セクターのインフラ投資縮小などの原因になる。第二は、金融セクターが不動産デベロッパーに供給した資金を回収できなくなり、行き詰まる問題である。そして三つ目は、開発や建設の中断と放棄に伴い、済ませた支払いに見合う不動産を買い手が手に入れられず、その懐が傷つくことだ。こちらは企業の投資や家計の消費の低迷に直結しかねない。不動産セクターは中国の国内総生産 GDP の3割近くを占める巨大セクターだ。加えて、こうした周辺部門の危機を誘発すれば、中国経済は危機的状況に陥りかねない。振り返れば、2008年の米リーマンショックの時、中国政府が4兆元、当時の為替レートで52兆円景気対策を打ち出したこともあり、その後の世界は1929年に起きた大恐慌のような事態を回避できた。しかし、近年の中国は1980年代の日本のようなバブルにまみれ、習近平政権は共同富裕の掛け声のもとで中国版のバブル潰しにこだわり、結果として失われた30年を経験した日本と同じ失敗を繰り返しかねない。本題の前に触れておかなければならないのは、恒大が適用を申請した米連邦破産法の15条についてだ。同条は2005年の連邦破産法の改正で規定された新しい条項で、米国と他国にまたがる債権処理を整合的に行う道を開くために設けられたものである。つまり、適用を申請して裁判所の認可が受けられれば、他国の債務者が米国に保有する資産について、米国の債権者が一方的に差し押さえられるような事態を抑えることができるのである。中国経済、依然として見通し暗く、輸出微増も根強いデフレ。苦難に満ちた2023年を経て、12月に明るい兆しが見えてきた中国経済。輸出がわずかに増加し、デフレのペースも緩やかになった。だが、このニュースを鵜呑みにしてはいけない。いくつかの無意味な統計上の変動を除けば、中国経済の改善を示す要素は何もない。それどころか、最近の一連の情報は、中国経済の問題が現在も続いており、深刻であることを裏付けている。その最たるものがデフレの継続だ。中国国家統計局によると、
昨年12月の消費者物価指数 CPI は前年同月比 0.3% の下落だった。前月に記録した 0.5% の下落からわずかに改善したとはいえ、このような前月期の変動を過大に扱うことはできない。はっきりしている事実は、物価が下落しているということであり、昨年3月から断続的に下落が続いている。生産者物価指数 PPI は、さらに悲惨な状況を示している。昨年12月は、前年同月比で 2.7% 低下し、15ヶ月連続の下落となった。中国が苦しんでいる根強いデフレが示すものはただ一つ、需要不足だ。アナリストたちは月ごとに数字の分析を楽しむかもしれない。どの物価が平均の足を引っ張っているのか、あるいは傾向に逆らっているのかを議論することができる。昨年12月のデータでは、食料品価格の下落がデフレを主導しているように見える。だが、このような分析は、例えば、事業者らが製品構成の変更に備える場合に利用できるとしても、広範な経済分析ではさほど意味を持たない。指数は月ごとに変化しており、翌月も間違いなく変化するだろう。読み取れることはデフレがまだ続いているということだ。深刻な需要の問題の一因は輸出の減少にある。昨年12月は前月からわずかに増加しており、国家統計局によると、前年同月比で 2.3% 増だった。輸出に大きく依存する中国経済にとって、このような増加は軽い弾みになる程度だ。この成長率は直近では2022年や2023年初めに記録された年 10% 以上の増加には遠く及ばない。輸出依存型の経済にとって、最近の伸びは実に取るに足りないものだ。輸出増加はすべてロシア向け。最近の統計にはさらに重苦しい要素が含まれている。輸出が増加した唯一の理由は、比較のベースとなる前年が当時のゼロコロナ政策の下で取られていた厳しいロックダウンによって特に落ち込んでいたからだ。さらに言えば、わずかな増加はすべてロシアへの輸出によるものだった。同国への輸出は前年同月比 46.9% 増という驚異的な伸びを示したが、これは窮地に陥っているロシア経済が到底維持できるとは思えないペースだ。昨年12月の対米輸出は前年同月比 6.9% 減、対 EU は同 1.9% 減、東南アジア諸国連合 ASEAN 向けも同 6.14% 減だった。こうした地域は依然として輸出に大きく依存している中国経済が全体的な成長率を許容できるものにするために必要な輸出相手だ。西側諸国における信用コストが低下するとの見通しに希望を見出す向きもあるが、そのような動きは早くても今年後半まではなさそうだ。また中国の内需は輸出減の分を補っていない。中国は多くの設備や消費財を輸入しているが、内需の弱さが輸入の数字に現れている。2023年12月の輸入は前年同月比で 0.2% 増えた。これは年初の 10% 近い落ち込みからすると改善ではあるが、景気回復を示しているとは言い難い。中国政府は過去1年半ほどにわたって景気刺激策を推し進め、中央銀行の中国人民銀行は貸し入れコストを引き下げてきただけに、この結果はなおさら期待外れだ。このような取り組みでも効果を生まないということはよほど頑固な問題なのだろう。そしてこの景気減速の理由は誰の目にも明らかだ。過去2年間の不動産開発部門の低迷は中国の金融市場に疑わしい債務を残し、公共投資と民間投資の両方における新規投資の資金調達能力、ひいては成長を妨げている。不動産部門の崩壊は、つい最近まで中国経済を引っ張ってきた住宅建設にも打撃を与えた。同時にこれらの問題は、
住宅価格を下落させて家計の純資産を押し下げており、特に輸出の低迷もあって、中国が今必要としている個人消費を抑制している。中国は1997年から始まったアジア通貨危機以来となる本格的な景気後退をまだ回避できるかもしれない。そうだとしても、今年の経済見通しが明るいものであるとは言い難い。というのも、少なくとも世界の他の地域が急成長するとは思えないからだ。中国の人口、2035年14億人台崩壊、60歳以上 32% になる見込み。中国の人口が2035年になれば14億人を下回るようになるという見通しが発表された。2年連続で人口が減少した中国は、昨年インドに世界一位人口大国の座を譲った。4日、英国エコノミスト傘下のシンクタンク、エコノミストインテリジェンスユニット、EIU は中国の人口変化を予想した報告書を発表した。EIU は出生率の減少と高齢者の死亡を主要原因に挙げて、中国人口14億人台崩壊を展望した。17日、中国国家統計局の発表によると、中国人口は昨年末基準14億967万人で、前年比208万人が減少した。一昨年に続く減少だ。新生児数も2年連続で1000万人に及ばなかった。人口減少傾向が強まり、中国は三次制限政策を緩和した。30年以上守ってきた一人っ子政策を廃止して、2016年には二人っ子政策を全面導入したことに続き、約5年後に再び3人の子女まで許容する追加緩和措置を出した。事実上、三次制限の廃止と違わない。それでも効果は制限的だ。高い居住費や経済的費用のため、若年夫婦が出産を敬遠しているためだ。人口減少とともに高齢化も急速に進行している。2035年までに中国の60歳以上の人口は4億5000万人以上、すなわち全体の 32.7% を占めると予測される。